皆さんこんにちは、卓球センター .jp の馬場です。さてですね、今日は以前ちょうどまあ約1年前ぐらいに私の公式の用具のこだわりをやったとは思うんですけど、私最近ラージボールを真剣にちょっと取り組んでまして、その中で今日はラージボールラケットの用具のこだわりはどうなんだという質問をいただきましたので、それを動画に撮っていきたいかと思います。よくラージボールって面白いんとか、ラージボールのラバーって何でも一緒じゃないんとかっていうことをよく質問されるんですけど、まずラージボールの魅力とはっていうところなんですけども、ラージボールってボールが 44mm プラスネットが公式に比べて 2 センチ高いんです。なのでボールが結構遅いんですよね。遅くてラリーがすごい続くので、結構そのレベルの差があったとしても実際試合しないと分かんないみたいなところがあって、レベル関係なく皆さんで楽しんでいただけるのがラージボールなんじゃないかなとまず私は思います。まあそれはさておき、ドハマりしてますラージボール、しっかりと用具紹介していきたいと思います。私のまずラケットはですね、ゼクスラージ、こちらビクタスさんのラケットになります。こちらのラケットはちょっとファイバー素材が入ったラケットになります。なので結構打感は固めですね。固めなんですけども、打ってて自分の手に響いてくる感覚がありつつ、コントロールもしやすいっていうのが私の印象で、結構、まあ、公式では木材を使うことが多いんですけど、でも今回ちょっとファイバー素材にトライしてみた理由としては、やっぱラージボールはボールが走らないので、多少ちょっと用具に助けてもらわないと腕が破壊されそうなんで、飛ぶラケットを選んでみました。で、ラバーですね。ラバーはフォア面が V ラージの L2 ですね。なぜ L2 にしたかというとですね、最初はすごいラージボールってコントロールしにくかったんで、ちょっと安定系のラバーにしようかな、どうしようかなとか思いながら、まあ試行錯誤しながらだったんですけど、結局落ち着いたのはちょっと直線的に飛ぶスピード出る系のラバーをフォアに選びました。なんでかっていうと、決めるときにボールが走らないとちょっと辛いですね、やっぱりラージボール。なのでちょっとその飛ぶラバーを使って助けてもらおう作戦みたいな感じで飛ぶやつを選びました。まあでも飛ぶからといってコントロールがしにくいわけではなくて、飛ぶ割には台に収まってくれるっていうところですね。なので私は結構好きな感じというか、ただ飛ぶだけじゃなくてしっかり回転もかけれるラバーにもなるので、ラージボールでドライブを打ったりとかもしっかりできるんじゃないかなと思います。そして次ですね、バックラバーに使用しているのが V ラージの L3 になります。 L3 をバックにした理由としては、こっちはですねちょっとコントロール重視なんですね。フォアは破壊力やっぱあってほしいですけど、やっぱバックでしょうもないミスとか出るとなんか気持ち的にちょっと苦しかったりするので、安定系の L3 にしました。そうすることでちょっと相手をバックでチャ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 っていなしつつ、浮いたやつをフォアでドカーンっていうちょっと決める感じを想定した用具になってます。まあちらっとピンクのタイドテープ見えてますけど、実はこれ半分しか貼ってないんですね。半分も貼ってないんですけど、なんでこっちだけ貼ってるかっていうとですね、ラージって回転があんまりかかってこない分、結構バウンドしてなんか跳ね上がったりとか低くなったりとか、バウンドしてからの変化が割と大きいので、結構ツッツキするときボン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 ぶつけるんですよね。でぶつけると、まあ、当然サイドテープ貼ってなかったらラバーどんどん剥がれていくんで、ラバービラビラのままラージなんかちょっとしたくないので、ぶつけてもラバーが剥がれないようにっていう意味を込めてサイドテープをこちらに貼ってます。まあ色はただ大好きなピンクがあったからピンクにしました。これからそのまあラージボールをやってみようかな、どうかなとかいろいろ思う方もいらっしゃったりとかもすると思うんですけど、まあどういう用具がいいんだろうとか、始める最初ってわからなかったりもすると思いますし、当然私もラージボール始めるとき何の用具使っていいか全然わからなかったので、まああえて全く新しく出たちょっと今回ビクタスさんを全部揃えたんですけど、いろいろ悩み事あると思います。
コースキーにしてもラージボールにしてもラバーの種類、ラケットの種類いっぱいあるので悩むこともいっぱいあると思いますけど、困ったらラージボールのラバーや用具に関していくらでも用具の相談受け付けておりますので、いつでも小町卓球センターやスイート卓球センターまでお問い合わせいただければと思います。皆さんの参考になれば幸いですが、今日はこんな感じで私のラージボール用の用具のこだわりでした。ありがとうございました。